ここにしましょう。私は左右。わかった。ミコ姉さん言っちゃった。主にきょ、ミコ姉さん、主が凄腕なのは知って、今主の説は十分な推理、しかも、寝ると他のに同世代の忍者たちを当たり前だ。主も起きている時に、急に背が伸びた人を見たことないだろ？そうだな。ちゃんと考えてみると、ダメダメ。このままでは、主に説得されて、説は、ただ寝る。責任から逃げているのは、まあ、確かにあるかもしれない。ごめんなさい。それでも、やっぱり眠い。だって、つまんない仕事だらけなんだぞ。書類を運んだり、任務を整理したり、説がやらずとも、放っておけば誰かがやってくれることだらけ。それに、重要な仕事は、説よりもっと適した人に任される。だから、それを心配する必要もない。そこまで言うのなら、いい方法を思いついた。主が忍術を覚えて、仕事を手伝ってくれるようになれば、節は安心して寝ることができて、背を伸ばすのに専念できる。忍術は、主の冒険にもきっと役に立つ。節がしっかりと指導するから、真面目に学んでくれ。主が努力して、節も主のために頑張る。そうすれば、誰もサボっていないことになるな。へへ。感謝する。主は、節の睡眠を守ってくれる大恩人だ。じゃあ、ミコ姉さんが帰ってきたら、始めよう。おや、さゆがまだここにいるなんて。あなた、もしかして何か魔法でもかけたのですか？彼は忍術に興味を持っていて、一緒に学びたいらしいんだ。そうなのですか？しかし、この類の技術は、たやすく口外できるものではないのですが、ただ、あなたでしたら大丈夫かもしれませんね。あ、そうでした。一応この命令は、シャブ業によるものではないということが分かりました。ですが、出所についてはまだ調査中です。でも、安心してください。今は担当者にこのことが通知されたので、もう誰もあなたを脅かすことはありません。さあ、そろそろ忍術の修行を始めましょう。私たちについてきてください。これは、節がいつもやっている訓練だ。要するに、巫女姉さんに会った時に、素早く逃げるための技術でもある。はぁ、あなたって子は。やはり私が説明しましょう。これは忍者の俊敏さを鍛えるための訓練です。忍者は任務中に奇襲を仕掛けるので、様々な地形を利用します。訓練では、この川の両側に障害物を設置して、左右を下から駆け上がらせています。小さい頃、いつも転んで口の中を泥だらけにしたり、ぶつかってあざだらけになったりした。短い道だけど、甘く見ない方がいいぞ。でも、それほど大げさなものでもありません。冒険の経験が豊富なあなたなら、きっと大丈夫でしょう。節が指導してあげるから、やってみるといい。そんなこと言って、
またサボる気ですか？さゆが先にやるんですよ。さ、早く。へえ。さ、もたもたせず、彼に手本を見せてあげてください。わかった。この子、普段はとても不真面目ですが、忍者としての基礎は、ちゃんと備えているんです。頑張ってください。私は終点で待っています。届かないけど、次また頑張ればいいよ。今回の成績を例えるなら、普通の狐ってところだね。狐でも十分優秀だから大丈夫。へへ、ちょっと師匠の真似をしてみただけ。訓練の後は師匠が点数をつけてくれて、成績に応じて褒めたり励ましたりしてくれる。さゆったら、言われたことをはっきりと覚えているなんて。師匠の真似なんかしたら怒られるのではないかしら。師匠はそんな人じゃない。師匠は絶対に怒らないから。ふん、師匠はやるべきことがあるから一緒にいてあげられないって。師匠が旅立つ前、切に帰ってくる頃には一人前の信頼される忍者に成長していてほしいと言った。そう言われたのをちゃんと覚えているのに、毎日サボるなんて。眠たくない時はちゃんとやるよ。ただこの季節は寝るのにちょうどいいから。どんな季節でも、さゆはぐっすり眠れますよね。先ほどは上出来だったと思います。さあ、次は実戦訓練です。あなたは忍術ができませんので、さゆには一人で戦ってもらいましょう。これを機に、彼女の忍術を間近で観察してみてはいかがでしょうか。気負わなくても大丈夫だよ。コツをつかむまで、お手本を見せてあげるから。またですか？人の口調を真似るのは良くないことですよ。ごめんなさい。早く傘の下に入りなさい。君が病気になって体を壊したら、復讐する相手がいなくなっちゃうじゃない。ここになります。さゆの忍術をじっくり観察してみてください。じゃあ、わかりやすいよう、なるべく簡単に忍術を披露する。さらば、エア。はあ。よ。
しんどい。もう疲れた。あ、節の服。汚れてなくてよかった。節の忍術、よく見てくれたか？節が教えてあげる。このように上半身を動かして、体をくねらせる。そして球体に。どうした？球体になりたくないのか？心配するな。最初は少しフラフラするけど、すぐになれる。そうなのか？主みたいなすごい人物なら、一回見ただけでできると思った。疲れた。しかも眠たい。できればお手本はもうしたくない。それは、節じゃなくて、師匠のやり方だ。師匠は凄腕なだけでなく、根気強く教えてくれる。師匠みたいになるなんて、節には無理だ。強くて、責任感があって、優しくて、仕事をせかしてこない。そういえば、師匠は主と似ている。主の忍術は師匠ほどじゃないけど、それ以外の面では、節の師匠になれるほどの実力を持っている。なんだっけ。ずっと師匠って呼んでたから、名前は聞いたことないぞ。師匠も忍者だと思う。多分、師匠の口から聞いたことはないけど。身長は、節より背が高くて、性別は、よくわからない。見た目だけだと判断できなかった。でも、それも節には関係のないこと。はいはい。おしゃべりはそこら辺にしておきましょう。いずれ左右の師匠が帰ってきたら、お会いする機会もあると思います。さて、続いての訓練は。待って、もう無理だ。節、休みたい。この前、約束したぞ。2回訓練をした後は、休憩時間。強制訓練は禁止だ。まあ、いいでしょう。どうせ無理やり押し付けても、後で眠ってしまいますし。休憩してらっしゃい。ここで待ってるから、逃げないようにしてくださいね。うん。節と一緒に来て。休憩場所に連れて行く。やっと休憩できる。休憩に付き合ってあげてください。水分補給も大切なので、お忘れなく。早く！よいしょ、それ！やっぱり何も変わってない。師匠は節の身長へのこだわりを知っている。師匠が旅に出る前、節の身長を測って縄でこの木に記録してくれた。あの時師匠はこう言った。背が伸びることは大きな達成感をもたらしてくれることだよ、と。もうこんなに経ったのに、縄を越えるどころか、差が少し広がってしまった。やっぱり、睡眠時間がまだ足りてないのかも。
そんなことぐらい説もわかっているぞ。あの時もそう師匠に言ったんだ。師匠はただ笑って何も言わなかった。師匠も師匠なりの考えがあるんだと思う。そんな時は師匠の考えが読めなくなる。主にはわかるのか？主の方が博識だから大丈夫。言ってみて。木陰、なんとなく分かったような気がする。節も木の下で寝たり、木陰に隠れて果実を食べたりするのが好きだ。これが木の加護なのだろう。うい、ちょっと待ってくれ。この果物を全部主にあげる。いやいや、もう理解したぞ。でも、なんというか、たまにこう思うのだ。週末版はめんどくさいことだらけで、そのどれもが節の睡眠と成長を妨げてるのに、まだここに残る必要はあるのかと。でもそう考えると師匠の笑顔を思い出す。そしてこの木と節の神の目が思い浮かぶんだ。将来この木は狐や他の動物たちの避難所になるだろう。そして背が高くなった未来の節も忍術を使って他人の避難所になってみせる。確かに節が行けなかった、すまない。本当は早く背を伸ばし、それから真面目に仕事するつもりだったのだが、身長を伸ばすことに時間を使いすぎてしまった。身長を伸ばすことを諦めたとしても皆の期待に応えられるのだろうかと心配してた。それで悩んだり怖くなったりして、ずっと答えを出せなかったのだ。何もわかっていない今の節にはできることが限られている。でも少なくとも果物を主におごることくらいはできる。主は師匠ととても似ている。優しいし、師匠の考えも理解できている。せめて主の前だけでも少し頑張らないと。え、さっきは節が忍術を教えてたのに。でも生活面において主はきっと節のいい師匠になれるぞ。そうだな。少しワクワクしてきた。休憩が終わったらまた忍術の練習に戻るぞ。今日は珍しく頑張りたいという気分になった。まあ練習の話はまた後でだ。主に果物を分けてあげる。さあ好きなのを選んでいいぞ。